最初の修行を解放していこう。さて本日の修行は体力の鍛錬じゃ。まずこの修行着に着替えるがよい。弟子が3人になるとは考えもしておらんかったから修行着の余りがなくてのザ着るがよい。文句は言うでないぞ。ほうほうほう、どんな、いやははは、体が悲鳴を上げている。軟弱な、そのくらい軟弱な、そのくらい耐えてみせん。泣き言はそこまで。修行の内容を教えるぜ。お主たちの2人は一組になり、今夜の修行食材になるウサギを取ってくる。残りの1人はわしとこの道を散歩するのじゃ。え、散歩するだけ？どう見ても右の道に行った方が楽そうだが。私が師匠と一緒に行くから、君たちやがウサギを捕まえてきなよ。なんだと？師匠のお供をするのは私たちじゃ。静かにすんか。お主らでは拉致があかぬわ。そうじゃ、お主が一緒に行く相手を決めるがよい。あー、なるほどね。いやでもごめんね、俺はメイさんと一緒に行きたい。決まりじゃな。うん、それでは行くとするかの。ごめんな、選んで。ぐわ、怠け者には罰を与えんとの。散歩ってこういうことだったのか。俺何をしておる。よろしくメイさん、私たちも早く出発しよう。出発しよう。いつもより遅い。いいんだけど、なんで俺だけ顔そうなってんの。他の人たちは顔何もしてないじゃん。亀の速度じゃねえだろ、普通に走れてんじゃん。何？ああ、ウサの親分かな。ウサギ禁止。道場で3年暮らせばウサギもこうなるって。はい、オッケーです。よし、やったね。メイさんと仲良くなれたかな、これで。お見事、今日の修行を乗り越えたの。ご苦労、今日はここまでじゃ。やったね、やったね。これで少しでもあの波動拳みたいなやつ打つの近づいたかな。こうやって戻ってくんだね。なるほどね。今日は天気悪い。昨日の筋肉痛かな。いてて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 、そうだな、昨日大変だったもんな。おい、今日は本当に大変な一日だったよ。まだ日またいてなかった。ごめん、今日だった。もう体中ボロボロで動けないよ。あ、今夜はここで寝ることになりそうだ。ねえねえ、君たちはどうしてこの道場に来たの？俺は理由知らない。老師の教えはかなり厳しいって有名だし、それなりの覚悟で来たんでしょ？うん、そうらしいよ。拙者は。拙者は？おー、階層すな。フェイさんだっけ？フェイさんの階層。拙者は奴隷出身でな。おい、そうなんだ。身分の低い拙者を受け入れてくれる門派はどこにもいなかった。どうやってここまで来たか聞きたいかな。とある政権派の門主様がそんな拙者を受け入れてくださったのだ。よかったじゃん。拙者は師匠を父と呼びしたい。次第に門派の中でも認められるようになった。そうだね。なんでやなろうと思った。ある日、門派に伝わる秘伝の書がジャハの赤鬼に盗まれた。で、自分が疑われたと。はい、しかし兄弟子たちは拙者を犯人に仕立て上げ、故に門派を離れることになった。やだね。そんなことが辛いな。拙者は三代戦後継者となって赤炉を倒し盗まれたのを拾うと。ほんほん、支配人きっと見つかるよ。さあもう遅い、寝よう。マジこいつを疑うとかどうかしてる。みんな良い夢を見れるといいな。はあ、おやすみなさい。おやすみなさい。メイさんが何で来たかまた明日聞けるといいな。うわ、風邪ひくの。え、普通に優しい師匠だ。いい人だな。ういや、びっくりした。あんな日が昇っているというのに何をしておる。早う道場に来い。行きましょう。かしこまりました。びっくりしたな。早く行こう。お、え、3つ投げたね。オッケー。さて、わしが今投げた3つの石には印をつけておる。今日の修行は崖の下に降りてその3つの石を拾ってくることじゃ。手ぶらで帰ってきたやつは晩飯抜きにするからの。やば、これ突き落とされるな、おじいちゃんに。どうやって降りれば。そうですよね、そうだと思いました。師匠、行ってきます。晩飯の時間までには戻ってくるんじゃぞ。恐ろしいほどドラゴンボール。
どこまでもそう。なんか二つ目は違うかなと思ったけど、二つ目もそう。二番目の修行行こう。あ、今上に一つあるの見かけたな。あ、いや、頼むからこの二人の上に落ちてくるとかはやめなって。お前だけなんか無事みたいじゃん。ほんと。みんなに怒らない。いきなり蹴ってくるなんてそんなつもりなかった。しかし、みんな無事でよかった。いいやつじゃん。うん。OK。向こう側からボタンを押さなきゃいけないね。ダルーン。師匠が投げた3つの石を見つければいいのね。なかなか難しい課題だな。3つ見つけようとしてんの偉すぎだろ。1人1つじゃないんだね。森にどんな危険が潜んでるかわからないから一緒に行動しよう。そうね、石は3つもあるから全部見つければみんなで。いや、平和だね。仲良しでよかった。1個目見つけたじゃん。はいや、あった、師匠の石。あー、大きい。おい、殴るぞ。あ、サラが師匠の石を持っていたわ。早く捕まえようなぁ。許されんな、そんな。おう、囲んでる。あ、いや、俺が上に行けたらごめん。あべ、ティア。おお、ひ。あ、けけけけけけけ。あ、飛んだ。バカにされたもんだ。そんな、逃げられてしまうとは。こうなると、残りの石は2つ。拙者たちのうち、誰か1人は晩飯を食べられないことに。いや、頑張って。残りの石は私が先に見つけるわ。そうなんの？拙者の方が先だ。なるほどね。石見つけたけど争いたくねえなー。死者の石。あ、オッケー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 。もうそういうこと。何よ、この石は私の方が先に見つけたの。いや、拙者の方が先に拾った。違う、私の方が先に掴んだ。いや、晩飯は大切だよ。して、そこにいたならはっきり見ただろう。拙者たちが石を取った瞬間。そうね、どっちが先に石を手にしたか正直に言って。ごめん、俺が気づいたのはフェイさんの方が先だった。どうしようかな、どうしようかな。いや、でもメイさんを優先していこう。この石は私のものよ。ちょっとフェイさんワンチャン奴隷なんか盗んでる可能性あるかな。大丈夫、まだ石は一つ残ってるから。そうだな、頑張ろうな。なんざらおい、お主巨大ウサギを知っておるか。おお、見たことある。たま、何、捕らえたことがあるじゃと。隊長、助けてくだされ。この村は竹を手生計を立ててますじゃ。巨大ウサギに竹林を占拠され、村人が飢えておるんじゃ。母さん、これでご飯いっぱい食べれる。大凶、大凶だってる。きっと私たちを助けてくれるわ。オーケー、了解です。余裕、はい、しんです。あー、拾っちゃった。え、待って、え、フィーさんご飯食べれない？それだと。あー、そのつもりはかけらもなかったな。フェイさんにあげるつもりだったな。しくった、石が見つかってよかった。いや、でも猿を倒す、猿を見つけて倒すっていう、戻ってきたか。選択肢はない。まさか手ぶらで戻ってきたわけではなかろう。拾ってきましたよ、師匠。石ころです。確かにわしが投げた石じゃ。ご苦労じゃった。ご褒美に美味しい晩飯を振る舞おう。やったー。そうだな、やったな。いい、もぐ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 。クリリンとやった時って結局1個しか投げられなくて、片方拾えなくて食べなかったんだけど、どこだっけ、ちゃんと覚えてないな。他の者たちはすでに到着しておったというのに、お主は随分遅れたな。いくら探しても見つけられなくてと。言った通りじゃ。今日の晩飯は抜きじゃ。確かそれでなんか分けるんじゃなかったっけ。そうだよね、そうだと思った。さあ、そうなるわ。どう怒られる？けなげじゃの、怒りやしねえのか。そうか。あー、この後何の修行だったっけ、全然覚えてない。昨日は拙者の話をしただろう。だから今日は君の話を聞かせてくれないか。そうだね、よければ聞かせていただけたら。いいよと思うぜ。私の家は昔から結構な家系でね。ほうほうほう。それを妬んだ人たちがお父様反逆者に仕立て上げて家柄を没落させようとした。はあ、大丈夫だったんか。世間知らずだった私は騙されちゃって反逆を企んでいるという内容の手紙をお父様に届けたわ。うん。それは悪いことなの？家はどうなったのはちょっと辛すぎだろう。うん。何？どうなった？家は反逆者として取り潰されたわ。どういうこと？私は口封じに命を狙われて逃げ
続けてここまで来たのは想像以上だったな。確かに。だから私は仙山県の後継者になって復讐してやる。うん、元気出して。やばすぎだろ。君のせいで家が滅んだってことはやばすぎだろ。まあいいわ、今日はもう寝ましょう。明日も修行があるしね。うん、そうだな、ゆっくり休むとしよう。ゆっくり休もう。今日はちゃんと火を焚いている。明日朝ちゃんと起きような。灰を切ろて。うん、本日の修行は足と組手をしてもらう。おお、そうかそうか。師匠と組手を？びっくりだね。よしら三人でどんな手を使っても構わん。わしに勝ってみせい。何をもってして勝ちかな。準備が整い次第裏の道場に来るがよい。だそうです。いきなり組手って言われてもどうすれば。そうな、このまま挑んでも勝てるとは思えんな。そうか。開いた。おすごいね。どうした？一人がおとりになって、残りの二人が隙をついて叩くの。二人がおとりになるんがいいんじゃない？どうこの作戦。悪くはないが、誰がおとり役を？それはまあ任せな。よし、こうしよう。指定は攻め手として欠かせん。ああ俺ゆえに指定が共に攻撃する相手を選んでくれ。ほほ、選ばれなかった方がおとり役になるのね。なるほど。え、ごめん、マジ散々迷惑かけてるけど、メイさんと攻撃するな俺。一緒に攻撃仕掛けような。では、拙者がおとりを務めてみせよう。よろしくお願いします。おお、またせしました。師匠は大変です。なんじゃ、ふさぎ剣士がまた現れて道場をめちゃくちゃに。いや無理だろうね。せめて戦闘でおとりになってくれ。くわ、わかりやすいの。武術とは拳で語り合うもの。小賢しい真似はやめて正々堂々かかってまいれ。はい、絶対的強者。やばそう。やばすぎだろそうだね、勝てない戦いなんね。了解です。一発も当てられないなんて。いや、当てるはしてた。24とか全然入ってた。優しいじゃん、回復はしてくれるんだ、ありがとうね全然当たってた、うん、さあここからが本番じゃぞ。拙者たちを殺そうつもりですか？もう一歩も動けません。情けないやつらめ、早よ立った。ラシ様大変です。はい、お主は麓の村の顔役ではないか。どうしたんじゃ、なんか首絞めた今。なんじゃと。わしも訳がありま、私でした、訳はありません。どうかお助けを。分かった、わしが行く。今日はここまでじゃ。皆の衆休むがいい。ただし絶対に道場を。なんて。はーい、分かんなかったっす。今日はここまでか。待って、師匠の表情からして村で大変なことが起きてるんじゃない？どう考えたってそう。しかし師匠が道場の外に出てはいけないと。おい待ってくれ。うん、そうだね。まあでも向かうんが正義感って感じっすな。ぼちぼち行こうか。しー、何。あー、ちゃんと師匠たちがお話ししてるところはまだ聞けない。もうちょっとじゃあ進もうか。あっちから村に行けそうね。師匠の言うことに逆らうのか。でも村に何が起きたのか気になるでしょ。好きにしたまえ、何かあっても拙者は知らんぞ。いや知らんけど、お前も来てくれるんかい。そこそこいい人だ。クーロン村行こうか。あー待って、ジャハ何か聞こえない？聞こえるぽい。早く連れて行こうぜ。これなら立派な生贄になるだろう。やばいやばいやばい、見てるよ。拍手。何してん、なんか音がしたような。こっち来るかい。あー誰だ。こうなったら戦うしか。この拳に迷いはあらず。え、す、赤く咲き乱れし仙山の椿永久に。おい、え、強すぎ。これも修行の成果だ。本当に。うん、すご。え、はい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 、師匠から学んだ仙山剣の力試しそう。うん、手遅れになる前に行こうな。なんてことだ。みんな連れて行かれてしまったわ。あなた老師のお弟子様ではないですか？はい、そうです。どうかお助けください。娘を助けてください。私の家族もみんな囚われてます。今頼れるのはあなたたちだけです。どうかお願いします。まだ村に奴らは残っているはず。どうか捕まった人たちを助けてください。老師はどうした？どこ行った？だってワンチャンだけど、老師は奴らの味方のことない？ツボの男おったな。ヘイツボ、どうしたん？大
頼むからあっちにいてください。ごめんな。ほっといてください。ジャーハの生贄になりたくないんです。これ宝の地図をあげるから話しかけないで。ごめん、マジごめん。ありがとう、宝の地図もらったわ。まあなんとなくだけど、村人と老子がグルでただの修行か、ただ単に老子が悪いやつとグルで、なんだろう、あのただ悪い老子かどっちかだと思う。でもチャンピオンだからそんなことはないか。制覇道場通過者タオさん、ワンチェンさん、ヤッターホーさん。へえ、何、はい、とれ、ここは制覇所属の道場である。はあはあはあ、そうなんか。あいつらのようになりたくなければ今すぐされ。おい、こいつはジャハの操り人形ではないようだぞ。なんだと、すまない。ここは制覇道場、強さを求め多くの武道家が修行するところだ。この道場にいる全ての修行者を倒すと、なんかそれに見合う素晴らしい報酬が待っているらしい。挑戦したいならいつでも私たちに声をかけてくれ。了解だが、挑むなら覚悟するのだぞ。まあ、行ってみようか一回。おー、OK、やりきった。疲れた。ありがとう、おかげでジャハの奴らに捕まらずに済んだよ。逃げる途中で離れてしまった家族が無事か心配です。おー、心配だな。とにかく本当にありがとう。いえ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 。ん、ロシは、いざ別に、みんなが助かってんのはそれでいいな。みんな無事、父さんお母さん弟子たちのおかげで無事でしたと。無事だったのか、よかった。私の娘はどこにいたんだろうな。はいはいはい、お母さん、よかったよかった、会うことができた。ああ、もう大丈夫だからね。はいはいはい。ああ、みんなそれぞれ助けてきてくれてる。怪我はない？うん、大丈夫。本当に感謝いたします。どう、恩返しをしたら。へっへん、俺なら後でちゃんと。ところでジャハがなぜ攻め込んできたのか分かる人はいますか？最近ジャハが他の村で住民をさらう痛ましい事件が増えていると言います。しかしその理由は私たちにも分かりません。そうですか、ひとまずジャハの残党に気をつけてご帰宅くださいと。はい、このご恩は一生忘れません。ありがとうございます。お、村人は全員救えたようだ。あとは師匠さえ見つければ。師匠絶対悪側な気がするんだろう。なんだろうこの音は。あっちだ、行ってみよう、行ってみよう。よいしょ。なんでそこ閉じてるん、不思議。おお、ようやくお出ましか。君たちは試験に落ちた、あの、うん、今もあんな老いぼれの武術なんてどうでもいいさ。その代わり我々は真の強さに目覚めたからな。お前たち一体何をした？ジャハに入ったの？しかもあの後全員教育義務、そんなものは圧倒的になんちゃらかんちゃら。今ここでお前たちを倒し、真の武術とは何なのかを思い知らせてくれるらしい。怖い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 、死ぬ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 、無理だって。あん、くそ、うーん、痛いね。ラスト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 、あっけー、なんとかなった。マジめちゃめちゃ手伝ってもらったわ。なぜだ、負けるはずないのに。いや、勝ったよ。確かに前よりは強い。でも大事なことを忘れてるな。誤った方法で収めた武術など砂の城のごとく一瞬で崩れるものだ。早く行こう、揺れがだんだん強まってる。うん、行こう。いや、マジ危なかった、めっちゃ強かった。マジ、なぜかシロさんたちが手伝ってくれないからめちゃめちゃに頼っちった、あの二人のこと。うん、なーに、なーに、メイが危ない、そらまずいって。え、これ老子じゃない、話せ。身の程をわきまえない愚か者め。貴様もこいつの仲間か、さすがに違うか。戦おう。うん、あん、あん、かけら、かけらも、かけらも入らない。抜けたやつらめ、引導を渡してよ。老子だよ、ね、そうだよね、さすが老子。ああ、現れたか。ワンチン、わしの弟子に手出しはさせぬぞ。まあいい、最初から俺の目的はジジイ、お前だ。やっぱそうなるよね、あんだけ強いんだから。まだまだじゃな。くそ、まだ足りないのか。愚か者、まだ力への執着から抜け出せておらんのか。そのひねくれた心では何回挑んでもわしに分かってるぞ。また説教か、このクソじじい。もともと弟子かな。ああ、いや、絶対当たってんだよな。いや、かわしてんのか、これ紙一重で。やば、強すぎ。へい、見てー。無駄だと言っておるじゃろ。クソ、死刑として最後の意、情けじゃ。今引導、はい、え、情け、
貴様はこんな田舎の老いぼれにしたのもその情け、その情けが今日この瞬間も足かせとなるだろう。何が？どういうこと？ああ、なるほど。ここからすごい攻撃をして、そうだね、盾になってくれるってことは。え、やば、やばいやばいやばい。師匠、師匠、わしのこと、お主こそ怪我はないか？貴様が作り守ってきた武林の秩序は終わった。新しい酒は、新しい、何、新しい武林に貴様は不要だ。ここで消えろ。紳士の川は99回曲がっても東に向かうものじゃ。まだ力が残っていたというのか。してよ、いかなる曲折であれ全ては道理に沿って流れるのじゃ。あ、出た、最強の技だ、きっと。あ、これは覇王表現弾かな。そうよね、先ほど受けた。え、マジで？師匠、このクソジジイが最後までヒヤヒヤさせやがって。だがもう全て終わりだ。これからは我々ジャハがどうにかと。親分大丈夫ですか？いや、大したことはない。貴様らどこで何をしていた？もう申し訳ございません、邪魔者に遭遇してしまい。めっちゃ強かった、お前。マジで本当やめろ。今日は気分がいい、見逃してやる。夜は済んだ、帰るぞ。はい、親分。お前ら、俺らを生かしたこと後で絶対後悔するからな。いや、お前らが負けたんだからな、俺らには負け犬が。師匠、しっかりしてください。目を開けてください。本当に、お主ら、すまんの。まだ教えてやれないこと、やれなかったことが山ほどあるのにの。申し訳ありません、師匠、私たちのせいで。いや、お主らのせいではない。これを持っていけ。何？エリクサー、秘伝の書だ。これは仙山剣の奥義が記された巻物じゃ。お主らがこの技を身につけ、武林の未来を守ってくれ。さあ叫べ、仙山の剣士は。何？なんて？なんて？読めない。百節腹痛。へいして、その拳に迷いはあらず。赤く咲き乱れし、仙山の椿、永久に散ることなし。え、おじいちゃん、死んじゃう？心の在り方だけは見失うでない。師匠、待って、チャンピオンに認められなきゃいけないんだけど。いや、そういうことじゃなくて、今まで教えてくれた、あの、師匠としてね。そんな、なんでこんなことに、大切にしよう。マジでね、あの、チャンピオンとか言ってる場合じゃない。マジやべって。伝説が眠りし霊峰、さあどういうことだろうね。